パトリック・コリソンはアイルランドの起業家であり、決済システムを提供するストライプ社の共同創業者にして最高経営責任者。パトリック・コリソンは1988年にアイルランドティッペラリー県のドロミニアという小さな村で生まれた。母親のリリーは微生物学者、父親のデニスはエンジニアだった。3人兄弟の長男。8歳の時に リムリック大学のコンピューターコースに通い、10歳の時にプログラミングを学び始めた。2005年、16歳の時、BT Young Scientist Competition という学生向けの科学分野のコンペティションで優勝した。彼のプロジェクトは、リスプに似た種類のプログラミング言語であるクローマの作成だった。マサチューセッツ工科大学に進学するが、企業のために1009年に退学。 2007年、弟のジョン・コリソンと共に、アイルランドのリムリックでソフトウェア会社の出発を設立したを設立した。エンタープライズアイルランドから出資を得られず、シリコンバレーのワイコンビネーターが興味を示したため、カリフォルニアに本拠を移す。カリフォルニアで、オックスフォード大学での二人の起業家と合流し、会社名をオークトマティックに変更する。オークトマティックは、 イベのオークションを管理するソフトウェアだった。2008年3月の、正金曜日に、19歳だったパトリック・コリソンと17歳だった弟のジョンは、オークトマティックをカナダのライブカレントメディア社に売却。人よにしておく万長者になった。2008年5月、コリソンは、バンクーバーに本拠を移した同社のエンジニアリング、担当ディレクターに就任した。2010年、コリソンは、 弟のジョン・コリソンと共にストライプを設立した。2011年には、ペーパルの共同設立者であるイーロン・マスクと、ピーター・ティール、ベンチャー・キャピタルのセコヤ・キャピタル、アンドリー・セン・ホロウィッツ、SV ・エンジェルから200万ドルの出資を受けた。2016年11月、キャピタル・ジーとジェネラル・カタリスト・パートナーズから投資を受けたストライプは、時価総額を92億ドルと評価された。 これにより、コリソン兄弟は、それぞれ11億ドル以上の資産を有することになり、世界で最も若いビリオネアとなった。ありがとうございます。